ら走れよ2005踊る中山眠りさえ忘れて走り明かそう。バーバヒマセンバー夏健康バー Let's we are the ももクロ Here we go now お待たせしました。アリマ よろしくお願いします。お願いします。桃色のハートを狙い撃ちトラタトラあわたかあんま、はい、そんな日がない。やりたい。ね、ついてくるの。で、松平健さん、桃色クローバー Z の皆さん、本日の撮影以上になります。ありがとうございました。ありがとうございました。まさかまさかな、すごい松健さんが2とのコラボレーションです。やばくない？早くおじいちゃんとおばあちゃんに言いたい。あの本当に友達に自慢したい、ねね、ママとパパにも、ねね、それぐらいねこうテレビを、ね、拝見してね、はい、見て育った方とこうやって楽曲でねコラボレーションできるとは思ってなかったので、うんね、このね松健さんの世界観にね染まって、でも結構さあの5人で、うんうんうん、こうみんなで力を合わせてっていうシーンがすごい多くて多かった、ねね、最後にすごいまた距離がぐっとね始まった。なんかそう私たちがふざけてもさ松平さんがもう大きなところで受け止めてくれるんじゃない。本当にあの普通怒られるよあの羽をさこうやって出てきてるんだよ。本当仕上がりでさどの部分が使われてるのかなって思うし、そのみんながふざけてわちゃわちゃ和気あいあいと撮影してるシーンが多分使われてると思うのでぜひ見てほしいなと思います。楽しみにしていてください。やっぱりあの若いエネルギーって言いますか、すごいなんだろうなこのパワーをいただきましたね。やっぱり彼女たちはすごいね、うん、やっぱりこう発信するものがやっぱり、うん、力強いものがあって、すごいあの元気いただきました。本当に楽しい、作品になったと思いますので、ぜひ、一緒に皆さんも踊っていただけたら嬉しいかなと思います。あのすごいエネルギッシュでいや普段とは違うちょっとテンポが早かったんで、うん、まあでもあの一緒にやってとっても楽しかったですね。嬉しいです、はい、歌でコラボってのはあんまりないんですけどもね、だからあのさ今回のそのマスケンサンバ2でもこのももクロさんの楽曲のテンポに合わせたんでいつもよりちょっとテンポ早い、早かったですよね、うん、まあ、その辺がちょっと苦労しましたけどね、ももクロのダンスも一緒に踊ってくださって嬉しかったです。嬉しかったです。変身とかね。変身とか、ハートとか、かわいいポーズも。1,2,3,4,5 っていう。私たちがいつも出血を取るんですけど、うん、今回松平さんが5番をやってくださったりとか。もうメンバーの一員みたいにね、たくさん踊ってくださって嬉しかったです。嬉しかったです。もう誰もが知ってみんなが歌って楽しいこの松健サンバ2を歌えることを知った時に本当にみんなで喜びましたし、まさか私たちの楽曲とこんな風にコラボレーションできるっていうのも思ってなかったので本当にあの貴重な素晴らしい経験をさせていただきました。やっぱり松健さんといえばこのきらびやかな衣装が印象的なんですけど今回私たちも同じようにきらびやかな衣装を着させてもらって華やかなステージでとっても素敵な時間だったなと思います。ライブでいかがですか。できたら嬉しいです。いやめちゃくちゃ盛り上がるね。でもなんかそういう話もこう撮影の合間にさせていただいたりとかしたんですけどやっぱテンポがね早いから歌えるかなとかフルでやるのね大変そう、ね、でもライブバージョンとかにしていつかできたらいいななんて思ったりもします。とにかく
ダンスのと、ね、テンポが本当に速かったりとか、うんうん、でも曲がねほら行ったり来たりするんで、そうですよ、その辺がね1番と2番で順番が違かったりもありましたし、そうそう、あと衣装で羽が大きい羽を私たちつけることがあったんですけど、はい、松平さんの前に羽がバサバサバサって何度もかかっちゃって、それをこうやってもうユーモア溢れる動きとかで避けてくださったのもすごい心強かったです。はい。ありがとうございました。怒られてもおかしくないのね。あんなにね、バッサバッサね。あと今回は JRA さんとのコラボレーションっていうこともあって、普段歌い慣れてる曲でも、うん、ちょっとヒンバーとかそういうワードがね、ワードがたくさん入っていて、よりコラボレーション感が出てよかったなと思います。うん、いや、そうですね。箇所箇所で、やっぱりその、可愛い振りっていうんですかね。まあその編集もそうですけども、うんうん、この狙い撃ちとかね、嬉しい、あなんかちょっと気に入ってますね。嬉しい、今度取り入れられるというのはいかがですか。ああ、そうですね。ご検討ください。はい、アイドルにシフトチェンジ。私たちとしては行くぜ怪盗少女という楽曲、うん、とマツケンサンバ2のコラボレーションだったんですけど、メンバー一人一人の名前を呼ぶラップがあるんですけど、冒頭にそこにメンバーの一員のようにマツケンという風に入ってくださって、うん、あ、こんな、ね、私たちの長く歌ってきた楽曲に松平さんのお名前が入るだけで、よりこの曲のなんていうんですか、グレードがもうガガッと上がった感じがして、怪盗少女がキラキラしてました、うん、キラしてた、いつも以上にね、もうきらびやかな印象になって嬉しかったです。入れるの難しかったね、タイミングがね、松健っていうとこと松平っていうところがあるのが難しかったですよね。そうそうそう、歌い続けてよかったな歌い続けてきてよかったなって改めて思いました、はい、うん、まあ私は家でゆっくりね、恒例の有馬記念を、うん、見ながら過ごしたいと思います。競馬の締めくくりとしてはいかがですか。いや、最高のお祭りじゃないですかね、はい、楽しみにしてます。そうですね、私たちはこう今年毎年やらせていただいてるんですけど、クリスマスライブというものがあって、今年も開催させていただくので、こう有馬記念とともに一緒にライブの方も盛り上げられたらいいなと思います。そうですね、こうやって JRA さんとお仕事をご一緒させていただくにあたって、みんなで競馬、うん、講座を受けまして、うん、みんな最初ね初心者だったんですけど、うん、こう馬券の買い方とか教えてもらって、はい、実際競馬場で馬券を買わせていただいたこともありました、ね、でこうやって新聞とか広げて読みながらいろんな情報をお便りにっていうので、うんうん、みんなでやらせていただいて、私は一番最初に当たったので、うん、こうちょっと気分が上がっております。やっぱりね、その1年の、はい、もう締めくくりのお祭りの有馬記念はね、うん、みんなでちょっとチェックして、うん、変えたらいいなと思います。うん、そうですね。私はマツケンサンバ2がそのカフェとコラボして、マツケンサンバ2カフェっていうんですか、やらせてね、開催していただいて、うん、まあ、非常にそれが盛り上がったんで、やっぱりその多くの方にやっぱりこの曲は何だろうな、愛されてるんだなっていうのはなんか実感しましたね。今年は私たち15周年のアニバーサリーイヤーだったので、たくさんライブをやらせていただいて、やっぱ15周年ここまでやってこれたのはファンの皆さんのおかげだなって私たちみんな思っているので、その感謝をたくさん伝える1年にしようってみんなで思っていたので、ライブを通していろんな方に会ったりとか感謝の気持ちたくさん伝えられたかなと思います。それこそ今年は3年ぶりの声出し解禁ライブがあったんですね、うん、なので今の夢なんですけど、いつかこのコラボレーションをライブで行った際にみんなでお礼を聞きたいですね会場のお礼の声を聞きたいなと思います。ライブの70歳、うん、そうですね、はい、おめでとうございます。もう私はもうこれからはもう健康第一でもう皆さんに喜んでいただく仕事ができればいいなと思います、はい、こんだけ踊って歌えればすごすぎる本当にまだまだ、はい、気をつけていきます今日松平さんとご一緒させていただいて本当に勉強になることばっかりだったので、やっぱりこのパワーに必死にもっとついていきたいなっていう気分というか気持ちになったので、
ちょっとあの松平さんのようなエネルギー、このキラキラを私たちももっと近づけるように頑張りたいなと思いました。俺としてはさらにパワーアップができるように頑張ります。キラキラ、もっと全身キラキラやっぱね、違う輝きが、そうだね